犀賀愛蔵8月昭和55年5月は、日本の弁護士、交渉人、旧姓稲田。洋食のレストラン、十字屋を経営し、市会議員を務めた、野坂康久の実弟。日本商工会議所会頭、王子製紙社長などを歴任した、足立正の足立家と犀賀家は、姻戚関係にある。次女春子は元、丸子海産取締役社長関周三の妻。鳥取県米子市出身。酒造業稲田家に生まれ、犀賀家の婿養子になる。義父、犀賀慶次郎は弁護士で、県議を務めた。前列右から坂口純三、小田治、赤沢正道、坂口昇。後列左から犀賀愛蔵、上原純三、坂口平兵衛米子中学、岡山の第六高等学校を経て、大正9年東京帝国大学法科卒業、王子製紙に入社する。当時の社長は藤原銀次郎、工場長は足立正で、足立家と犀賀家は姻戚関係にあり、義父の勧めによったものという。昭和3年12月義父慶次郎が死去したため、退社して帰郷、一時弁護士を引き継いだが、昭和4年4月大阪に出て、日本産業貯蓄銀行に入った。ところが、昭和8年銀行の取り付け騒ぎがあり、退社して帰郷。昭和9年4月交渉人を拝命。昭和39年8月定年退職するまでの30年間、その職務に専念した。趣味は読書。宗教は仏教。ありがとうございます。